と2か所のアスペリティで2度の大きな揺れがあった。で、えーまあ、スーパーコンピューターで解析した地震波の広がりが、えー、シミュレーションで出てました。私はあれに反対ですなぜか震源があって、ねえーえー、マグニチュードがあって、えー、例えば能アント地震はマグニチュード6.9です。 えー、断層地震でマグニチュード9.1とかそういうことはありえません。東日本大震災のような <laughs> でかいエネルギーではないです。で、最大震度は能登半島地震の場合6強です。えー、輪島市とか穴水とか数箇所が6強です。で、あの分析がなぜおかしいかっていうと、震源だけがエネルギーを持ってるっていうか ような説明をするならそこにメガトン級の爆弾があってそれが爆発した時だけです。ここにだけエネルギーがあってバッて広がった時にだけあの理論は説明ができるんです。アスペリティがどこにあろうが地下で何が起こってるか考えれば地震のエネルギーは震源だけにあるものではないんです。 えー、この動画ちょっと短めですが、それを説明します。